今回は癖を歪ませた性別詐欺すぎる魅力的なボーイッシュキャラ7選をご紹介していきますよ。最近のキャラもボーイッシュなキャラが出てきているし、かっこいいキャラも東方の魅力だから早く知りたいよ。本当に同人誌を読む側書く側どちらもはかどる内容なので要チェックですよ。それではまずはじめに紹介する性別詐欺はリグルナイトバグです。出たー、東方界の性癖歪み代表キャラクター。このキャラクターは紳士たちの心をバグらせて伝説を作ったキャラクター。リグルナイトバグは栄夜賞一面ボスで蛍の妖怪であり、虫を愛し愛されるキャラ。見た目は人間の子供いのタイプ。首元にかかるかかからないかいの緑色のショートカットヘア、甲虫の外羽を模していると思われる円尾状に分かれたマント、白シャツに紺のキュロットパンツと、数多い東方キャラの中でもかなりボーイッシュないでたちが特徴ですね。そのため、男の子と間違えられることがあるんだが、リグルはれっきとした女の子なんだぜ。ちょうどいいショタ感ある感じで可愛らしいんですよ。中性的な見た目で服装や髪型の短さから見るに、どちらかといえば男の子だと感じてしまいやすいですが、れっきとした女の子です。おーマイガー。性格もかなり男前で、ユカリや霊夢に歯向かい、それなりの覚悟ができてるんでしょうねと言っていたりと、なかなか負けん気が強い。しかしながら喋り方はかなり女の子らしくて、レミリアと昨夜に会った時は、リグル、現れたら、って時は現れるのよ。さあ、現れたわ。そのお嬢様を渡してもらおうかしら。と言ったようにめちゃくちゃ女の子なんですよ。お嬢様を渡してもらおうって襲う気満々なのたまんねえな。見た目男の子なのに口調女の子は脳内バグっちゃうわ。実は東方公式の4コマ漫画地上の稲葉と月の稲葉でも登場。永遠帝組が虫退治をしようと、竹の木に蜂蜜を塗ろうとかぐやが提案します。いやそれ昆虫採取でしょ。そんなのに誰が引っかかるのかと思っていたらリグルが堂々と引っかかっていました。本当に堂々としてた。やはりこの時も好戦的ですね。ただやはり虫なのでエイリンにはかなわず涙目で退散しますよ。かわいい。このように、東方界屈指の虫属性ロリボーイッシュという完全に癖を歪ませる要素から伝説を作ったのだ。東方シリーズ人気投票等での成績でかなりの下位にとどまる結果に終わっているリグルが、リグルに一番に選んだものの割合すなわち一押し率の高さで見てみると、なんと一押し率集計がなされ始めた第6回から常にリグルはトップ10に居続けていて、しかも最近のものに至ってはゲーム本編には登場しない森近凛之介や雑魚キャラである幽霊らを例外とすれば、実質ゲーム正規登場キャラの中ではダントツの1位に君臨している。少ない活躍でも常に愛する、究極に根強いファンが彼女の周りにはいるってことね。このことから、姫リグルとして親しまれているんですよ。いやーん、それめちゃくちゃ夢があるじゃないの。そう、リグルナイトバグは刺さる人にはぶっ刺さる夢キャラなんですよ。ちなみに2023年の推し数は得票数、909票のうちの199、すご、リアルナイトじゃん。例にすると申し訳ないのですが、一つ前のキャラクターのヒエダー Q は得票数、1003票のうち、一押し数、109票と倍の差をつけていますね。おお、すげえ、一押し率で言うとトップ10に入るだけあるな。本編の活躍の少なさや、裏方的ポジションから考えるとダントツでしょう。リグルは東方ならではの魅力的なキャラだからね、好きになるのはよくわかるよ。続いて紹介する性別詐欺キャラは、トラマルショーです。ショウちゃんはかっこいいし、かわいいんだよね。まさにボーイッシュキャラの鏡のようなキャラ。まずショウは東方精錬戦5面ボスで、毘沙門天の弟子である虎の妖怪、白蓮を慕う妖怪の一人。もともとは白蓮の住む山の妖怪だったのですが、白蓮の推薦により毘沙門天の代理となったという経緯がありますよ。見た目としては左手には背丈よりも長い矛槍を、右手には砲塔を持っている。前回のチート武器でわかったが、砲塔の火力が異次元すぎるのよね。ちなみにここは威厳を保つための飾りでーす。いやそれは飾りかーい。文句順によれば、この格好は偶像の毘沙門天を真似たものらしい。この和風感ありつつ、ちゃんと虎らしい動物感あるところもいいのよ。しかもボーイッシュな女の子という魅力的なキャラクター。だがしかしそんな星は意外とポンコツな部分もある。精錬戦にて星は毘沙門天から預かっていた宝刀をなくしてしまい、内緒でナズーリンに探しに行かせていました。こういう、実はお茶目で可愛いところも魅力的なんだよな。これはやはり小なりの女の子らしい部分。しかし、日頃はかなりの男前。2023年の東方地霊記伝単行本で再登場を果たしたのですが、近接においてトップクラスの白蓮、主人公の霊夢、そしてフランドールとの戦闘についてこれるというかなりの実力派だったりとめちゃくちゃイケメン要素が見られました。このように可愛さとかっこよさの二面性を持っていて、癖を歪まさせられた人は少なくないでしょう。人気投票でのコメントでは、短めの髪でちょっとボーイッシュな感じするのに中身がかわちいことが多くてすこ、見た目はスレンダーで中性的なのに可愛らしい言動とどことなくふわふわした性格がとてもいい、といったようにやはり中性的な部分に惹かれて好きになった人が多くいますね。ショーってちょうどいいボーイッシュなのよね。確かにガチガチに男の子っぽくなく、ちょうどいい感じのボーイッシュですよ。つまりはってことですね。いや全然意味がわかりません。
続いて紹介する性別詐欺キャラはマタラオキナです。確かに女性的には見えるけど、その言動や公式的に本物の中性キャラなんだぜ。あとむっちゃスレンダー。一生踊らされるよ。マタラオキナは東方天空章で起きた異変の元凶であり、ヤクモユカリと同じく幻想郷の創設に関わった賢者の一人です。金髪のロングヘアに冠をかぶっていて、服装はオレンジ色のカリギヌに緑色のスカート、ロングブーツという組み合わせで露出度があんまりない。そのため、原作ではそんなことないですが、二次創作では色気を出すため結構大きく描かれるケースが多いですね。沖縄はかなりの男前で、同じ幻想郷の賢者であるゆかりとのやりとりは夫婦かと思えるようなやりとりが見れます。幻想郷の賢者同士の会話ってどんな感じなの？こんな感じでゆかりが構って欲しそうにする姿が見られて、かなりユリっぽい雰囲気を見せますよ。ほんまに夫婦みたいじゃん。なんといっても沖縄は公式的に性別がどっちでもあるというキャラクター。はあ、はあ、それは一体どういうことなんだ？いや、マリちゃんさん息荒くなってるよ。東方外来異変のインタビューにて、曲名にある姫神マターラですが、マラ神のルーツの一つとも言える母神の名前なので、沖縄は女体化されてるわけではないんですよね？という質問に対して、制作者ズン氏は否定はせず、基本的には怪しいものと称しています。このことから考えると、どっちの性質もあるって感じになりそうだよね。伝説のポケモンでよくある性別不明みたいなものかもです。つまりこの姫神は男性と女性の両方の性質を備える存在ということになるのです。さらに原作がよく取り入れられる女神転生のマーラも元ネタの一つだと思われる。元ネタのインパクトでかすぎでしょ。沖縄と同じように車椅子に座っていたりと、元ネタを思わせられますね。詳しい説明はこちらの実は男性だったキャラでご紹介しているので見に行ってみてください。それにしても沖縄は幼女キャラに愛されるキャラだし、ミステリアスかっこいいでいいキャラだぜ。ぜひとも優しくいろんなことを教えてもらいたいよ。また一つ新たな扉が開きました。続いて紹介する性別詐欺キャラは藤原の猛攻です。うろう、来ました。数々の男子を女の子にしてきた女の子。私も猛攻には何度も女にされましたよ。いや、あんた元から女の子でしょ。かっこいいし、かわいい。モコタンこと猛攻はどっちも極まった神キャラクターですね。モコタンは迷いの竹林に住む不老不死の人間で、東方での呼び方としては蓬莱人。そんな猛攻は二次創作になると不良少女と呼べるような性格の作品が多く、中性的なキャラクターで書かれることが多いよね。それを表すためのアイテムなのかよくタバコ吸っている絵や MMD があったりするよ。なので行動、言動ともにぶっきらぼうで、いわゆるヤンキー少女というイメージが定着されていますね。原作の東方神秘録からはボーイッシュさが増して、ファイトスタイルもヤンキー感マックスなのよね。しかしながら脇もこも獲得していて、セクシー面も一層極まって一壁を壊された人は多いでしょう。そんなモコウに対するコメントは、かっこよさと儚さのこのキャラクター性があまりにも好きすぎる。かっこよさと可愛さがあって大好きです。彼女の人生、人柄、美しさ、可愛さ、強さ、全てに惚れた。といったように、やはりかっこよさと可愛さをどちらも両立した猛攻に燃えた人が続出。これは誰だって燃えますよ。いつもはあんなにかっこいい顔して戦っているのに、いざ本性が出ると可愛いし、なんか天然感あるのが最高だもん。東方初心者さんはまず猛攻に燃やされに行きましょう。続いて紹介する性別詐欺は姫虫桃代です。リグルの覚醒バージョン。まず桃ちゃんは交流道州のエクストラボスで、悪や見た目や毒持ちなことから嫌われ者の妖怪少女であり、大ムカデの妖怪ですよ。大天狗の飯綱丸とは親友であり、彼女を食べようとも考えていました。幻想郷では常識にとらわれてはいけないのですね。そして桃代の最大の魅力は、東方プロジェクト初のオレッコちゃん。見た目も歴代のキャラよりもパンクしてる感じがあって、オレッコにふさわしいぜ。オレッコなのに姫虫という名字がいいのよ。髪はロングであるものの、桃代はかなりのボーイッシュ。人によって男の子と思う人もいるだろうね。またグレーのような水色のロングヘアをしており、獅子にはオレンジ色のリボンを複数つけているのがチャームポイント。採掘を生業としていることもあって、両手をツルハシとシャベルで武装しており、足元は裸足となっていますね。ムカデらしく元気な足が綺麗です。ぜひとも踏んづけられてみたいですよ。霊夢さん鼻がなくなるぐらい踏まれ好きだもんね。性格は見た目通りの男勝りで超好戦的。若干天然ではあるものの、大天狗の飯綱丸と仲がいいだけに、意外にも紳士で賢い。あの毒舌のサナエさんからも意外と優しい人だと言われてるしな。パンクしている見た目に似合わず、礼儀正しくギャップに燃えた人は多いでしょう。交流道以降の活躍は残念ながらなく、今後の活躍に期待ですね。まあ東方プロジェクトに大きく関わる竜を食すというキャラだし、イザナギオブジェクトとつながりもあるから今後出てきそうだよな。そんな桃ちゃんに対する人気投票でのコメントは、東方キャラ唯一の売れっ子キャラ、かなり貴重であり最高です。愛されたい。東方キャラ初の売れっ子、待ちに待った売れっ子ですよ。可愛くないわけがないじゃないですか。かっこよくて快活な性格をしているところが好き。
可愛いしかっこいい。ももちゃんの魅力を分かっている同志がいて嬉しいわ。ムカデっ子で、俺っ子、こんないいキャラそうそういないでしょう。またももよは俺っ子だけど生足にリボンを結ぶという、めちゃくちゃ可愛い要素も持っているし、かなり夢があるよね。ももよは最近のキャラでまだ出番が少ないですが、今進行中の漫画、東方奇麗記伝で同じくムカデ要素を持つ宮出口との関連性があったりと期待がかかります。強くて恐ろしさがあるけど、優しいなんて本当にギャップ萌えだぜ。ロスワさんではまさかの新体操のリボンをやらせていたしな。ヒメムシももよの太ももよ。今回の解説でももちゃんのことが気になった方は、早速食べられに行こう。続いて紹介する性別詐欺キャラは宮出口みずちです。東方界に新たなジャンルを提供してくれた神キャラですね。下手すれば今年の人気投票を揺るがすかもしれないほどいいキャラしてる。まずみずちの初登場作品は東方司令記伝で黒幕です。種族は怨霊でなぜか白霊神社に恨みを持ち、誰かに取り付いて幻想郷に混乱を招いています。なぜか妖怪と霊夢に執着している怨霊だよな。怨霊は人間も妖怪も危険とされていて、非常に危険な種族なのです。見た目としては服装は囚人服のような縞模様のツーピースに黒インナー、両腕に紅色の手枷と白手袋、手錠を模した一対の金色の首枷をはめており、手には首枷の反対側を持っている。怨霊らしく足はお化け足で、蘭色の髪をポニーテールにしており、ドクロの髪飾りと紐がついていて、ギザ歯がチャームポイント。かなり中性的な見た目をしていて、初めて見る方なら男の子と間違えてしまう可能性は結構高いと思います。それもそのはずで、水木の元ネタも性別がややこしいから。性別がややこしいとは？水木の元ネタは新宗教である大元教の出口鬼三郎という説があり、鬼三郎は自分のことを男子の肉体に女子の霊が宿った変性女子としました。要するに、変性女子とは男性の肉体に女性性の強い魂が宿った人物とされています。元ネタ的に言えば男性の肉体を持った女性の霊ということか。また水木とは、男性の肉体に女性の霊が宿った変性女子のことを指すんだとか、そのため公式的にも中性的な見た目を選んだのでしょう。なるほど、だから中性的な見た目なのか。ただし、実は東方界ではかなりのタワワキャラで、初の姿披露ではそのタワワを見せていますよ。ああ、これは理性飛んでまうやつや。水木の性格は凶暴凶悪、というわけでもなく、最新刊では昔のことで悩む可愛らしい顔を見せることもありますね。さらに3巻では諏訪湖に乗っ取り、森屋一家に溶け込むために両手ガッツポーズを披露していますね。え？これ水木がやってるの？最新刊のおまけコーナーで諏訪湖乗っ取り時にはすでに意識は水木になっていたので、これは水木本人ですね。めちゃくちゃ可愛いやん。なんといってもこの水木の魅力は体を乗っ取ること。これによりいつもは可愛い系のキャラが狂変した姿に燃えるという方が結構いる。マニアックやな。また男の子とも見れる中性的な見た目、身体の乗っ取りができるということで、あんなことやこんなこともしちゃうというジャンルを切り開いた立役者でもあるのです。東方界に新たなジャンルが、そのため読者側の東方ファンは水木の同人誌を増えてほしいという方が結構いる。もちろん私もその一人。いやそれ堂々ということじゃないよ。もうちょっと活躍の幅が増えればその夢が現実になってくると思うので楽しみですね。そんな水木に対する人気投票のコメントは、初めて見た時からその可愛さと不気味さが両立したデザインに一目惚れしました。カラーリングも赤と青のコントラストが最高にかっこいいです。黒ポニテ&鎖&怨霊で性癖壊れました。といったようなコメントがありますね。これは癖を歪ませるキャラですわ。もう普通のものじゃ物足りないという方は水木に相談してみるといいでしょう。続いて紹介する、性別詐欺キャラは日白山夢です。東方獣王炎のキャラだからめちゃくちゃ最近のキャラだよな。設定テキストによると不思議を極めた鬼、もともとは、この世の全ての道から外れた破壊僧でしたが、地獄に落ちてからは術で鬼たちと仲良くなり、そしてさらに鬼人化していったようです。まとめると、もともと人間の僧侶だったけど鬼といるうちに鬼になっていったということか。鬼は鬼でもインテリ系で、東方屈指の非常に賢いキャラクターの一人でもあります。服装は下に黄色の服を着たウグイス色の服を着ていて、首元や袖口がゆったりとした感じになっている。下もゆったりとした青色のズボンで、足元は素足に赤色の下駄を履いているのが特徴。確かに女性的ではあるもののどこかボーイッシュな雰囲気を兼ね備えているのがわかるよ。特にズネからあんなにも無防備にお股を見せる残務様。やはり女の子らしさよりも男の子らしさが強い。特に性格というかカップリング的にも男性側だよね。残務の性格は停止感覚。怒ったり、優しかったり強かったりと、停止感覚のそれですね。そのためド M ヤンデレなヒサミはデレデレで、もっと叱ってくださいみたいなことまで言います。そのため二次創作でも男性側になることも多い。ただ肩の方が結構セクシーな衣装のために女性的でもよく書かれますよ。男の子でも女の子でもどっちでもいけるし、残務様強すぎだ。そんな残務様の人気投票でのコメントは、新キャラが推したいんで、一番かっこいい残務さんにします。半ズボンなの？少年なの？破壊層なの？鬼なの？弱滅威楽の王様の無下校ありがたい。
服装が少し緩めで危うさを感じるけれど、そこがまたいい。こんな賢くてかっこいい人の下で働きたい。といったように、やはり女性としても男性としても魅力的な残務様に惚れている人が多いですね。今後の活躍がかなり期待できるし楽しみなキャラだよ。制作者ズン氏もかなり気に入っているキャラなので今後出てくる可能性が高いので、また私たちを手のひらに乗せてほしいですね。さてさて、ラストに紹介する性別詐欺キャラは豊里耳の巫女です。正直女にされた人挙手。まず豊里耳の巫女についてなんですが、妙蓮寺の墓場の地下にある霊廟から復活した仙人。元ネタは聖徳太子だとズン氏の口から出ていますね。普段は自らの力で作り出した仙界デクトと閉じ子と共に生活していて、死なないために修行をしていますよ。彼女たちは不老不死であり、修行しないと生きていけないらしいぜ。元ネタが聖徳太子なだけにカリスマ性はかなりのもので、東方文化新報では演説を行って多くの妖怪たちから拍手をもらっていました。藤原も公と並ぶ東方界屈指のボーイッシュキャラと言っても過言ではないイケメンキャラですね。見た目としては獣耳かと見まがうほど、二つに尖った金髪ないし薄い茶色の髪にはの文字が入った耳当てをしています。脇巫女とされるノースリーブの薄紫に、スカートの紫色は聖徳太子の制定した漢字十二階の最上位の色に対応しているもの。ちなみに元からこの服装なのではなく、蘇った時に現代風にアレンジした服装が今のこれらしい。そしてとてつもなくスレンダー。そんな堂々と言ってあげないで。ライバルの白蓮が公式たわわのため、巫女は対照的にめちゃくちゃスレンダー。このスレンダーさが巫女の性別詐欺のゆえんの一つよね。ただこのボーイッシュさは元ネタというか、転生前が男性だった可能性が高いから。は？どういうことなの？巫女たちは視界線で不老不死になったと言いましたが、この術は転生と似ているのです。巫女たちは道具に魂を宿らせて不老不死となりました。この体を持つ前は聖徳太子なので、れっきとした男の子です。つまり体は女の子だけど中身はガチガチな男ってことね。そのため二次創作でも元ネタが男であり、初登場以降の中性的な口調や立ち振る舞いから、マリサやモコウとはまた違ったタイプの男としての側面を強く持ったキャラクターとして書かれやすい。タイプとしては生まれついての成人であること、高慢な上に自信家で、蜃気楼などで人々の人気を集めたり、上に立って民衆を制御導くことを理想として掲げる政治家のような描写から、ハイスペックなイケメンと化したり、歯の浮くようなセリフを元で言う女たらしになってたり、様々このように東方のイケメン担当の座についています。そもそも元から男なんだけどね。そんな巫女様に抱かれたいと思った方の人気投票のコメントは、まず顔がいい、素晴らしい、完成形だと思う、性格もいいキャラしていて自分の癖に刺さりまくり、一生そのままの君でいてほしい。自信家イケメン女すぎて好き。姿勢が溢れ出てて大変いい。これはもう巫女様に女にされた男の子は多いだろうな。こんなにも癖を壊すキャラクターいないでしょう。これほどまでかっこいいキャラはそうそういないから、ぜひとも沼ってほしいよ。他のキャラも何かに目覚めそうなほどかっこよく可愛いキャラたちで魅力的でしたね。視聴者さんの好きなボーイッシュキャラがいたらコメントで教えてくれよな。また持つだけで人生ハードモードなヤバい能力もご紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。